日本近代化の幕開け、明治維新。そのわずか5年前、後に維新の先駆けと称えられた千秋組の活躍があったことも皆さんは知っていますか？そして千秋組の中には、私たちのふるさと刈谷から3人の志士が加わっていたことも皆さんは知っていますか？松本慶道、宍戸弥四郎、伊藤三也。刈谷に生まれた3人は、幕末という激動の時代をどのように生き、今日の私たちに何を語りかけてくれるのでしょうか。刈谷藩の江戸屋敷には、後に千秋組に加わる3人の姿がありました。松本殿。おお、宍戸殿、伊藤殿。松本殿、例の黒船騒ぎでござるが、幕府はおじけづいてアメリカの言いなりになるのではないかと。何？国同士の交渉ともなれば、幕府だけで決められる問題ではない。日本はもともと帝の国なのだから。整理がつかない。もうどう言うといてくださった先生を、私は幕府が憎い。これで幕府は攘夷などする気がないことがよく分かった。お前はよく尽くしてくれた。だがこれは私の天命なのだ。分かってくれ。いざとなれば我らだけで立たねばなるまい。どうかんだ。これより帝の先遣隊として大和に向かう。逆らう者があれば幕府の出容赦はしない。ごいな。この度大和行幸の帝乗りが発せられた。我々は帝の先遣隊としてこの大官所を配下とする。行幸が取り柄になったと？冗談じゃない。このままでは俺たちが特軍になってしまう。両目が塞がったこの足手まといのために。何のこれしき。我らが中山様のもとで一つになれたのも松本殿のおかげ。俺が死にますか。ここじゃない。全然たまるか。何とぞコケッさんを。決して死人族ではない。私たちが兵を挙げたことは失敗なのだろうか。よいな。我らは私利私欲のために立ち上がったのではない。帝のため、民のために立ち上がったのだ。それがこの軍の大義である。